ワイルドスピードスカイミッション、星さん。ご長寿エンタメ映画として不動の地位を獲得した映画第7弾、金もアホほどあって恩赦もついた超絶勝ち組のカー軍団なので、これ以上彼らがスリルを求める以外にリスクを犯す理由がない。なので6で倒した敵のボスの兄が、弟の形として復讐するという形で彼らを無理やり戦場に引きずり出すシナリオが今作。チンピラ役から始まってメインの悪役、ついには主役まで上り詰めた悪役面俳優の戦法の的であるジェイソン・ステイサムを起用。前作からカーチェイス映画ではなく、カーチェイス、アクション、爆発、ガンアクション、セクシーな賑やかしの映像を入れる、役者にお数けしやすい顔立ちのメスの役者を入れると、アクション映画好きにとってご褒美のような映画に仕上がっております。ユーロミッションが非常に面白くできており、ドウェイン・ジョンソンが大活躍する。その映画に比べたらこの映画は若干マンネリ気味というか、ユーロミッションの空をメインにしたコピペ感は否めない。前情報なしこの映画が初めて見るファストシリーズの映画だとしたら1年に1本しか映画を見ないならこのアクション映画がおすすめ、といった候補に入るくらいの超絶面白エンタメ映画。この映画の撮影中に映画とは関係ないプライベート中にポール・ウォーカーが事故死してしまうのでこの辺りでこのシリーズは一区切りといった感じ。以前映画紹介で時系列を間違えたので、ワイルドスピード、ワイルドスピード2、ワイルドスピードマックスカッコ4、ワイルドスピードメガマックスカッコ5、ワイルドスピードユーロミッションカッコ6、ワイルドスピード3、ワイルドスピードスカイミッションカッコ7、なのぜ。それとワイルドスピードシリーズは3以外は普通に面白いのぜ。この中でとても面白いのは6と7なので、6と7だけ見ればいいと思うのぜ。